スノーボードするにここはもうほんと最高の場所だなっていう、それ見つけた感じで。僕にとってアラスカとは、自分を確認して行くべき道をこう照らしてくれるような場所かな。僕初めて来たのは95年で、誰も滑ったことのないところへランディングしてディセントするということへのやっぱ目的意識というのが全体にあったし、バルディーズ・トンプソンパスエリア7年目なんですけど、ようやく自分で周りが見えてきてるっていうか。パウダーカンパニーを始めた時のやっぱり目指したガイドスタイルはアラスカでのダグ・クームズのガイドでしたね。斜面に対するそのみんなの管理というか、ガイディングであったりライダーのライディングであったりっていうことのその進化、そういうものをこうまざまざとこう感じたかな。同じものに対して情熱を持ってる人たちが集まってるから、すごいですよね。みんな仲間みたいな感じ。好きものが集まってるなーっていう感じで。実際に水の流れるようなライン、滑り出したところから止まるまで流れるようにスムースにいくっていうのが理想なんだけど、トップトゥーボトムで R と R でこうつないでいきながらスピード感を保っていく。なだれた場合大丈夫であろう位置とかいろんなパターンとかをいっぱい考えて、自分の中でそれが安全なんじゃないかと思うラインを探して、もし雪がそこに行くまでに安定だっていうことが分かっていったら、どんどん好きなラインに行っちゃって、まあ滑りながらそういうことも考えてます。Thank you.
や大事。What is Alaska? Alaska's powder. Steep's the same powder. Alaska is a wild place where anybody can do anything they want. Yeah, well, this is the place to be. There's peace and solitude and powder and good times and good friends up here. And that's what draws me up here every year. Alaska is my home. Alaska is the place where I feel that I can access my adrenaline and access that portion of my core spirit more often than anywhere else in the world. I guess it's one of the last places that you can do your own thing. Alaska is a place that I
didn't understand anything about when I moved here. Had no real idea what it was, but now I never want to leave. You can't have the same thing anywhere else. まあ、アラスカを目指すライダーが日本のスノーボード文化の中から続いて新たな扉を開くようなことがあるだろうし、そういうのをこう近くで見れてたら幸せだなって感じます。自分の本当に欲しいものがあったとしたら、他の全てをすればそれって結構できるじゃないですか。それに向かって時間を過ごしてると、ずっとそのポジティブでいられる、情熱を維持できる。